Guilty Gear Strive。なんということだ。全人類の思いが世界に取り付いた。こんな少女がそれを背負うというのか。自ら原因を取り除いた。神になってしまう。人としての欲望を奪うしかない。人類の未来を望む思いか。この子から願いを奪してくれ。せめて名前を。イノだ。イノが来たぞ。イノだ。イノだ。イノだ。守り抜け、ここを通すだ。イノが来たぞ。止められると思ってるやついる？なるほど、バカはいないか。お前が立ち去ればみんな利口のままだ。今時騎士道なんて靴底のクソだろ。国の旗を背負ったクソだ。すべきことがある。同情するよ、ほんと。この魔女、大馬鹿だ。散らかしてごめんなさい。綺麗好きとは知らなかったから。なぜここにいる？あんたはなぜここにいる？人類との戦争に負けた時、潔く散っていればこんなことにはならなかっただろ。ならばお前は勝者か。魔法使いは想像力が豊かだな。ないよりはいい。王冠と後ろを取り上げられたのは私じゃない。気をつけろ。お前が足を乗せているのは獅子の頭だ。檻の外からだと思って
長く続けるものじゃない。やめてあげてもいいよ。私のものを返してくれればね。貴様の手綱を引けばついてくるとでも思っているのか。この力は主など必要としない。今日は違う。力が使えるものを見ればわかるはずだ。誰が飼い主かね。全てを知ったつもりでも未来に起こす過ちだけは知ることができない。手にしたおもちゃで喜んでいるだけではただの子供だ。いや、子供はあんただ。ベッドの下やクローゼットの隙間に怪物を作れても、それを追い出す想像力が足りなかったのさ。何をするつもりだ。無限の想像。ついに見つけちゃったね。よりによって一番僕と出会っちゃいけない君が。かつて誰かが言った。人間の果てしない欲を全て満たせば不平等も争いもなくなると。だがそれはこう言い換えることができる。人間からあらゆる欲望を奪った時、そこに平和が生まれたと。そんな世界を誰が望むのか。では人が望む平和とは。それを問うことは人とは何かを問うことだ。大丈夫ですか？車輪が悲鳴を上げているようですが。この窓だが、実に視界良好だと思わないか。言われなければガラスがあると思えん。ええ、110ミリある。ボディは全面ウルツァイト、水陸両用。最悪車輪がなくても走行可能。彼女の頭はモデル並みに小さいが、不測の事態に備えた42冊のマニュアルが詰め込まれている。アスカです。今はそうお呼びください。そうか、アスカ。ともかくだ、君がヒッチハイクしたこの車は戦車顔負けだ。保険が効かないことを除けば欠点がない。なぜだかわかるか。はい。あなたはアメリカ合衆国の76代大統領であり、これはその専用車両。 G4 で非武装政策を掲げるには少々物々しいかと。そこは同意します。強引に乗り込んだ非礼はお詫びします。他の手段も考えたのですが。事情は後だ。今は1秒でも早く彼らの目から逃れよう。確かに確認いたしました。大統領車両にはギアメーカーが同乗しています。そうです。歴史上最悪の滞在人、あの男がアメリカ合衆国に投降した模様です。はっきりとは言えませんが、大統領と直接会話をしている様子が目撃されたとの報告を受けました。通称ギアメーカー、またはあの男とも呼ばれる。もし単なる模倣犯であれば、聖戦時におけるあまたの犯罪の主導者と目されており、今までその正体が一切の謎。記者の間では G4 における合衆国の武装蜂起宣言との関わりが。報道を聞きつけた市民が街に集まり、現場は彼は一体何を持ってきて。確証もなく、いたずらに憶測を広げる行為は。様々な呼び名を持つ彼ですが、我々に馴染み深い言葉で表すならこう呼べるでしょう。
魔王。まるで犬は舌な。1キロ先の獲物も見逃さない。ああ、彼らには僕がリークしました。そうか。ん？はあ？残念です。私にも聞こえました。必要なことなんです。僕の言動はその窓ガラスのように透明でありたい。無理なお願いは承知してますが。お願いか。我々には脅迫と同じだ。分かってないようだが、ペンが剣より強いならマイクは大砲だぞ。あなたはかつての大戦争の首謀者です。真実はどうあれ、みんなはそう信じてます。その被害者や遺族がこの近くにいればただの野獣馬ではありません。頭を下げて。やっぱりあんたか。ハズレだ大将。やっぱりもう一人はイリュリアの方だ。いや、透明ですね。大統領、43冊目のマニュアルが必要です。とにかく彼の移送先を。あなたには不可能がないと聞いています。我々に何を求めているのですか。閉じ込めてほしいんです。君よか。そんな場所はこの世界にはないだろう。いえ、僕よりも本を。本、始まりの書か。正確には外から入れない場所が必要なんです。どんなに強力な武器や魔法使いでも開けられないような。そういうことですか。アルカトラズか。いいえ大統領、彼が言っているのはもっと安全な場所です。大統領危機管理センター、つまりホワイトハウスです。あんたのことは新聞で見た。文字が読めるのか。教養があるな。ならこれは読めるか。男前のプロマイドだ。ちゃんと読め。2ヶ月分の飯代って書いてある。世界を救ったヒーローの飯代にしちゃ安い。大層なお城で不自由ない身分だろ。なんで賞金稼ぎなんか続けてんだよ。テーブルマナーって柄に見えるか。ああ待て、まあ聞け。俺はこう見えて荒っぽい性格だ。だがお前が賢い選択をするなら別の面を見せてやってもいい。ねえ、なめんなよ。へぇえ？間違えたな。そんな。あっちの同業者。ミスターぐらいつけろ。100年前の軍が大金とモラルを捨てて作ったんだ。アスカ君でしょ。ん？軍じゃなくてアスカ君。あなたを作ったのは。その話は広げなくていい。
あいつとはいずれ決着をつける。何を考えるかは自由、何を語るのも自由。不満があれば国に文句も言える。ここは民主国家だからな。つまりだ、カイ、我々の政権は人気がない。地下300メートル、最高警備の監獄で不満を言う者が現れたと。話は早い方がいい。城でくつろいでいればそんな気苦労もいりませんよ。そのつもりだったさ、第一の王の君が現場検証なんかしてなければな。そんなに支持者を増やしたいのか。実績は第三連王、巷ではそう言われてます。だから敵ばかり増える。被害は負傷者32名。この城で一番頑丈な扉。盗まれたものはありません。報告書に書けるようなものはです。犯人はアリエルスから何かを奪った。しかしそれが武器か力か、我々が恐れるべきものかも。もはや呪いだな。たったの3週間だぞ。戦争が終わり、この犯人が平和に飽きるまでの時間だ。名前は何と言ったか。イノだ。探偵に転職するつもりなら初仕事には向かない相手だがな。華々しい犯罪歴だな。資料の半分でも事実なら人生が10回あっても懲役が足りない。加えて天才的な戦士、時を超える力もあり、軍も警察もお手上げ。トゲを含まずに読めないのか。トゲ？それならこれはホチキスの針だ。イノが野放しになる理由が延々と連なっている。だがレオ、ここから生まれる疑問は一つしかない。彼女の目的だ。情報はその紙束が全てだ。史上最強の愉快犯、それ以外何一つ分かっていません。執事は本名かどうかすら。戸籍を漁る手間が省けた。ギアメーカーに協力していたこともありますが、その動機も全て謎です。まあそれも今まではの話ですが。今回は違うのか。今まで以上だ。これは自慢だが、俺は映像検証の鬼と言われている。監視記録に映るのみ一匹見逃さん。だが昨夜の映像は全てイノが消して回った。犯罪者のイロハだろ。人目を気にしたんだ。あの世界一の目立ちたがりが。何かを隠したかった。つまりこのシナリオには続きがある。やはり話は早い方がいいな。我々は何を恐れるべきだ。タイミングです。近日開かれる G4 サミットとあまりに近い。そして問題児は2人、ギアメーカーとイノ。彼らの目的が別々だとしても無関係とは考えにくい。2つの竜巻がぶつかればより巨大なものになることも。確かにタイミングだな。すぐにでも犯罪者の輸出を止めなければ。つまり我々には竜巻を消す竜巻が必要だ。ダレル、ソルバットガイは賞金稼ぎを続けているんだろ。あいつは100年かけて人生を取り戻したんだぞ。私にも彼をねぎらう気持ちくらいある。だが英雄はアイドルではない。チヤホヤされるのは危機があるからだ。ちゃんと落ちないようにね。今終わる。はい。おい、ジャックを。そいつは慎重に扱え。仕上げたばかりで不安定だ。何？爆発でもするの？この山丸ごとな。バッテリーはまだないが、下手すればそうなる。えげつないよね。なんてもの持たせるのよ。一席趣味の時間をお預けされたことがあるか。
力作も生まれる。え、これ趣味なの？なんて無駄なものを。ああ、ブランド物や宝石と一緒だな。バラの花束だと思え。扱い方は同じだ。プレゼントしてくれれば覚えるわ。ところでだ、さっきみたいな無茶やめろ。え？お前はもうただの人間だ。生物学的にって話？違う。城で暮らした方が良かったか。アリアはまだここ。私は代理人格。この体の運転免許を持ってるだけの AI。 そういうことは本当の恋人が帰ってきた時に聞いて。お前に聞いてるんだ。役割以上の希望はないわ。役割でついてきてるのか。あなたの前にいるのは10年連れ添った私。役割の知識なら1000年分。そして私が知る世界は1年もない。だいたい私が城で暮らしたいって言ったら。まあ勘弁だな。冷蔵庫を漁るのにも許可証がいるところだ。ネズミだって2日で出ていく。ソル、なあ、すぐに城に来てくれ。あがりっぽいし緑も臭いな。それ喜んでるの？窓もない部屋に一日中いれば誰でもこのありがたみがわかる。僕は100年そこにいた。今さらなんで僕が必要なの？君は僕のせいで力を失った。取り戻したいんだろう。つまりまあ安っぽい言い方であれだけど、神になる。それって面白いの？その質問重要？重要だよ。へえ。個性的な質問ね。世界には理由がある。そして物事は理由があって初めて存在する。僕も例外じゃない。存在する以上求められてるんだ、何かにね。それが本当に君なのかなって。お眼鏡にかなった力はね。他に何がいる？矛盾するようなこと言うけど、僕はそういう定めとかが苦手だな。だから宇宙を構成する物質がたったの 4% しか解明されてなくても、残りの 96% を明らかにすることに興味はない。富も名誉も権力もだ、意味はない。僕にとって一番大事なのはね、ドラマだよ。君はどんな物語を見せてくれるのかな。私を想像した神は片手にテキーラを持ってた。そんな感じでいいならできないこともない。でも欲しいのはもっと単純。未来だ。面白いね。ハッピーケイオス。ハッピー？名前だよ。君がボスだ。そして僕は生贄になる。アバロン、
こちらファイアフライ3特殊巡回を終了、帰投許可を願います。アバロンクレイ、ファイアフライの巡回終了を確認。帰投許可します。アスカさん、ん？目を閉じて歩けとは言いません。ですが、よそ見は見学ツアーでお願いします。はい。口うるさいでしょうが、この先は知るものも限られます。つまりあなたの望み通り、世界で最も入るのが難しい部屋です。不自由も覚悟してください。その先が？いえ、この部屋であれば、カフェに行きたいという理由でも外出できますが。見事なアンティークだろう。この建物は生鮮時のまま。こんなのがそこら中だ。僕には馴染み深い景色です。私には触っていいかもわからんよ。よかった、変わっていない。アスカ。あ、はい。不便などはありません。ご友人は多い方ですか？ここでは一切のプライベート通信が禁止です。通信制限か。ええ、ですから禁止というより不可能です。非公開の第13世代 AES 宇宙最強のセキュリティ。お友達が音信不通であなたを探し始める前に連絡はお済ませください。ああ、でも多分それも大丈夫です。ずいぶん腰の低い魔王だな。ああ、正直拍子抜けだ。何を？慌てないで。何をしている？主任、ディキンソン長官はもう現場です。だから急いでる。まあ、この演習にどれほどの意味があるのか分かりませんけどね。我々全員より長官一人の方が強い。その彼がギアメーカーが敷地内にいるせいでイラついてる。遅刻すれば信頼を失うが、欠員がいれば命を失う。ジオですね。月をめでるには早くないか？艦内は気が濁ってます。長官の機嫌次第でもっと濁る。訓練に参加しろ。私を特別警護官に推薦したのはあなたです。採用規定にも目は通しました。昼寝に給料を払うと書いてあったか。実力で勝るお前がなぜこのバッジをつけてないのか。
真面目に考えたらどうだ。デザインが悪趣味だからです。異論はないが、他では言うな、大統領自らのデザインだ。ウドウとお揃いのダサいシャツも。いいから気を引き締めろ。胸のボタンも閉めろ。いい男を誘えなくなります。俺が引っかかってるか。さて、アスカ、私はこの目で真実を見た。君は善人だ。何かの間違いで魔王などと呼ばれているが、トラブルを望むような人間じゃない。だからこそ要求にも応えた。そろそろ聞かせてくれ、ここに来た本当の目的を。本を守ると言いましたが、一生ここに居座るつもりですか。我々もバカではありません。あなたは G4 のタイミングを計ってここに来た。主要4カ国の代表が集うこの場所とこの時に、そこで何をするつもりか。守るというより人の歴史から消したいのです。そう、例えばプロジェクトティルナノーグをご存知ですか。まさか、それは都市伝説です。何の話だ。このホワイトハウスのどこかに大型戦略兵器が隠されている、根も葉もない噂です。さすがエリカ前大統領、確かに噂話です。ただの噂と違うのは、事実の方が大げさということ。聖戦が生んだ負の遺産、人知れず眠っているものは他にもあります。極めて危険なもの。僕にはその全てを抹消する義務がある。つまり君は G4 でその是非を問いたいのか。聖戦は全て僕の責任。人類を絶滅の危機にさらしました。善良な彫像は悪しき傍観者と変わりない。ずっと目を背けてきた。僕が本当にこの世から消さなければいけないのは、この始まりの書と。ソルバットガイ。ここに来れば君に会える。でも、もう一度だけ。今のは一体何だ。実体じゃない、過去、いや未来。まさかいつかここに来るのか。
お城は嫌いじゃなかった？人石に王様がいればお前にもわかる。その王様はどんな餌をちらつかせたのか。人を犬みたいに言うな。へえ、犬か。なんだ、お前は違うのか。悪かった。じゃあ餌の時間は考えなくていいな。おい、そうじゃないぜ。しっかりしつけられてるわよ。私が行っても城に行きたがらなかったんだから。しつこいな。城なら賞金の手数料も浮くだろう。カイがこっちの条件を飲んだんだよ。条件？ああ、もういいだろう。そんなにおしゃべりが好きか。まあ。じゃあ半日節約しろ。城に着くまで丸一日あるぞ。ねえ、世界の危機って河原の石みたいにゴロゴロあるの？いつの間に半日過ぎた。フレデリック。あなた、笑ってるわ。それがなんだ。前にみんなで人間の幸せが何か話したことあるでしょ。私だけみんなと違う答えだった。人の体になった今でも私に残ってるのは世界を守る役割だけ。人間になったのはむしろあなたなのかもね。この部屋だけは未だにわからないが、他はほとんど昔のまま。やっとここまで来た。アスカ・アール・クロイツ、お前は初めて存在する。これがあのギアメーカーか。生きている間に実物を見れるとはな。若いな。イメージよりずっと。本物なのか。少なくとも力は。あとはアスカさんのプレゼントに目を通してください。彼の目に映った歴史が記されています。今年のクリスマスは早いな。彼の目的がおしゃべりだけならだが。誰もアスカをサンタとは思っていない。それは私もだ。しかし煙突を見つけて家に入ってきた。サンタでないなら早々にお引き取り願いたい。アスカは G4 の趣旨を理解している。彼の言葉に嘘がないと信じたい。趣旨とは英雄ソル・バッドガイの抹殺のことですか。それは確かに。アスカから真意は聞き出せなかった。会議の当日まで情報の公平性を保つとな。まあソルも危険な存在であることは確かだ。彼の扱いを問うという意味では。わかりました。この件はひとまず置いておきましょう。この件は今朝の報告です。サンタが二人になりました。通称イノ、国際的な犯罪者です。イリュリア政府がテロの可能性を示唆してきました。テロ？目的は？全くわからないそうです。所在、計画、思想、何もかも不明。幽霊でも身元くらいわかります。はっきりしているのは一つだけ。世界最大の軍事力を誇るイリュリアがイノを何と呼んでいるか。最悪です。それがこの時期に動き出した。つまり明言されていませんが G4 中止の検討を求められているのかと。
姿も動機も見えない相手にか。そこが悩みどころです。我々はイノの危険性に実感がない。そして G4 が中止となればギアメーカーが何をするか分かりません。確かにな。穏やかそうには見えるが、はいそうですかというタイプならここには来ていない。板挟みですね。ディキンソン、我々が武力放棄するのは人気取りの公約か。新たな時代の新たな平和を築くためだ。前を歩かぬ者に誰がついてくる。意外ね。あなたは何よりも国の安全を優先すると思っていたわ。ギアメーカーは信用していない。彼が本当に無実だとしたら、歴史に記された悪行の数々は誰の仕業だ。あの男と呼ばれる者は二人いるのか。まあいずれにせよ、私が国を守るということは大統領が信じる者を守ることだ。あんな目をされては従うほかあるまい。言い争う時間もないか。だがエリカ、ソルにはどう声をかける。電気椅子の準備ができたのでお越しくださいとは言えまい。大統領の答えは分かっていたので一応手配は済ませてあります。方便を使いましたけどね。カイ。レオ。聞いたぞ。合衆国からソルに召喚状が届いたとか。ああ。G4 はギアメーカーを加えて予定通り行われる。その席でナイトになってほしいとのことだ。アメリカ人はソーセージのレシピも知らない。イノがこんな怪しい状況で動いた。なぜこの結果が想像できんのだ。バーノン大統領は G4 に並ならない思い入れがあるようだ。武装解除の件もそうだが、本気で世界を変えたいのだろう。ならば今我々にできることはダレルの言う通りイノを捕まえることだけだ。そうだったな。お前は優等生の皮をかぶった熱血バカだった。しかし俺が本国に帰ろうとするたびに事件が起きる。もはや呪いだな。なんだどうした。いや、お前が言うと呪いという言葉に親しみすら覚えるというか。どういう意味だ。私の誕生日で呼び出しておいて、まさか仕事とはね。悪いな、俺は他に取り柄がない。今時機械言語？ホーキーハイブリッドはまだ続くぞ。これはローズだ。一昔前に流行った暗号遊びのな。宣言されていない特定の変数を使う。エラーが出るじゃない。普通はな。あ、エラーメッセージに何か書いてあるの？先を当てるなよ。なんて回りくどい。とりあえず待てばいいのね。くそ、気まずい時間になった。気の利いた前振りを考えてたんだがな。指輪？まあそういうことだ。デジタルで？許せ、実物は間に合わなかった。俺はやり方を間違ったか。フレデリック、もし私が世界から消えるとしたらあなたに何が残せるかな。なんだ急に。縁起の悪いことを言うな。私はあなたがくれた今日のこの時を絶対に忘れない。
私も何か残したい。そうだな。じゃあその帽子だ。帽子？ああ、予報じゃ今日の太陽は一日中怠けてる。そんな日に帽子をかぶるのはエキセントリックだ。なんか全部台無し。でもいっか。今日の曇り空と私とあなた、この瞬間をこの帽子は思い出させてくれる。私はそれでずっとあなたのそばにいることができるのかもしれない。目的地に着くまで数えてたら気になっちゃうよ。知ってた？私瞬間移動できるんだけど。結果第一に考えるのは現代人の悪い癖だ。目的と義務を混同するからストレスがたまる。いいかい？言い方悪いけど君は呪われてる。生まれた時に人間になくてはならないものがなかった。欲望がね。子供の風邪じゃないんだ。ジンジャーティーを飲んで水風呂に浸かったところで治るもんじゃない。なのに君には奇跡的にも感情が生まれた。人の社会が与えたんだ。文化に敬意を払えって？オープンカーに相場と趣味を混同すれば自分を見失うよ。うまいこと言うな。ま、僕に自分なんてないけどね。勘弁してよ。まさか頭空っぽとか言うつもり？ちょっと違うかな。中にたくさんいすぎるんだ。そろそろ行き先が知りたいんだけど。あ、そうだね。まず大前提を話そう。本が必要だ。ボスが力を取り戻すためにね。でも問題が3つある。一つ、本の持ち主であるアスカ君はホワイトハウスにいて中の様子がわからない。二つ、僕らのせいで G4 が中止になるとアスカ君が逃げるかもしれない。まあ一つ目は僕が何とかしよう。二つ目はボスに面倒くさいことをやってもらう。問題は三つ目。なんだかわかる？背徳の炎、ソルバッドガイ。まともにやり合えば計画もクソもない。そう、つまりそれがこの車の行き先。今の僕らに足りないものを手に入れる。頭かすだ。解禁日はまだ先だったはずだ。本当に有効か？呼びつけの太刀にしては高くついたぞ。何に使うかは聞かないが、問題を起こしてくれるなよ。しかし、なんだそのなりは。ん？この格好か。私服は肩が張らなくていい。連王回帰スクは遠征中ということになっているおかげだ。お前また何かしでかしたのか？ G4 で私の家族を公表すると言っただけだ。新しい元老院とは仲良くしろ。決断は私服と違う。寝る前に脱いでいいものじゃないだろう。今年はレオも賛同してくれた。お前の信念を税金に換算してみろ。それで要件は？
その前に見てもらいたいものがある。赤、青、黄色、美しい色も重ね続ければ黒くなる。時に磨かれた黒はやがて見るものを映し出す。いいのを止めてください。